さあこちら気候創生機モスピーダーライナーノーツと言われるやつで、レーザーディスクの中に入っていた特典でございます。これこのオートバイの、エンジンがかかるな、電動バイクやねんけど、ところから始まる。ね。青いナイフに、集めたムーンライトってね。行き場なくしたお前を、って。映す十字架。今は、刻んだ夢を、道連れにして、旅に出るがいいさ。Do you remember? とかって言ってね、竹川ゆきりさんが歌ってるんですよ。これね、すっごいね、アニメーション。オープニングにお金がかかってる。ちなみに、このアニメ作ってるのは、タツノコプロが作ってる。非常に、よくできたところ。これなんと作曲がね、編曲が久石さん。で、歌が竹川幸秀で、作曲家ごめん。で、歌が、ちょっと外国語の上手な人。でね、この時のね、レギオスが、すっごい飛行機のデザインになってんのよな、これ。うん。で、ここで風景が出てくるね。遠い日に置き去りにした物語を、とかってね、こうなってくんのよ。かっこいいで。このね、オープニングはもうすごく秀逸。うん、これ。なあ。ね、これがだから、デイやろ?で、これがスティック。で、これが風景。で、これがミント。で、これジムやろ。で、イエローが、ちょっとこう映ってんのか。な。で、これがアイキャッチやねんな、これ。ピッってきて、銃構えて、もうスピーダーって出んのが、アイキャッチ。で、次がこっち。な。これがイーガーっていうやつやな。うん。すごいで。で、これがイエローやねんな、確か。うん。すごいで、これ。学研かなんかもな、あれやねんな、スポンサーしてたからな、最初は。これ。最後、これがクラブやな、クラブタイプ。キャノン付き。で、最後、これ。謎の生命体かなんか、空に飛んでいくところで、みんなが映って終わんねん、俺。琥珀色の男の夢どこにみたいなねこれかっこいい。これが終わりの歌。これがね、終わりの歌がボトムズとかダグラムに被ったんやん。俺な、関西圏では5時55分やから、終わりのこっちの終わりの歌かボトムズの最初やな、炎の定めか、どっちかしか選ばれへんかったん、当時は。これ。こっちはね、ちょっとジャズっぽい歌なんよな。結構かっこいい。これ。エンディング。僕はね、半々ぐらいやったで。半々ぐらいやった。炎の定めもいい歌やねんけど、このね、モスピーダの終わり歌もめっちゃいいねんって。これ。次ね。こんな感じです。で、キャラクターっていうのがあって、意外は意外。このね、気候創生機モスピーダーはね、どの文献見ても、主役は実はね、レイやねん。レイ。これ。地球生まれ、地球育ちで、サバイバリティに富んだ少年。機械いじり、特にバイクの整備、改造が大好きである。愛車の部品を改造し、探して、忍び込んだ第二次地球、奪還軍のシャトルの中から、格好の獲物、モスピーダを発見。火星からの軍人、スティックとの出会いによって、インビットに興味を持ち、行動を共にするって書いてあるんだけど、実際にはね、スティックから、そのモスピーダの使い方を教えてやるからって言われて、ついてきたって言い方のが当たってんね、これ。レイ。で、これがミント。はい。ね。
ミントラブルやったかな、フルネームは。恋愛、結婚、マイホーム、甘い生活に夢を見る、未来の夫を探し続けて旅を続ける少女。その純真無垢な生活が話題してか、結果はいつも破局ばかりって書いてあってね。これ確かね、ミントは違ったかな、タラコさんじゃなかったのかな。あとで見てみようか。僕ね、だからちーまる子ちゃんやってたタラコさんが亡くなった時って、正直心からね、タラコさんが亡くなったことについてはショックやったけど、タラコさんって言ったら、ザブングルにも出てんねんな。ザブングルはチルやったかな。サブ役やねんけど、チルっていう役で出てて、で、その後もね、チラチラとアニメに出てたんやけど、いい役に当たれへんねんな。タラコさんでいい役に当たれへんかって。で、生活大丈夫なんかなとか思ってた時に、ちーまる子ちゃんになって、ちーまる子ちゃんの主役になって、で、なんとか、ちーまる子ちゃんの、まる子になって、ご飯が食べれたことについてね、やっぱり、まあまあ、半世紀ぐらいかけて、ちーまる子ちゃんずっとできたことについてはね、良かったんじゃないのかなと思ってんねん。病気で亡くなりはったのことについては不幸かもしれんけど、タラコさんっていう人は昔から、サブの声優さん、声がちょっと変わった声するからな。声もあんねんけどね、やっぱり、ちょっと思ったね。まあこれ多分、ミンとは違う人だと思うけど、これね。はい。ミント。で、ここでやっと出てくるね。スティック。これね。火星生まれで火星育ちの軍人。幼い頃に見た英雄に憧れて軍人になったジョナさんやったかな。はい、裏切られんねんけど。見たこともない母なる星、地球を侵略者、インビットから奪還するという使命感に燃えて、奪還部隊に志願した上官車シャトルには恋人が乗っていたが、インビットの攻撃の前にシャトルもろとも宇宙に散った。で、その恨みを、要は、インビットを憎んでるっていうところで、感情的に走ることもあんねんか。ちなみにフルネームはね、スティック・バーナードが、正式な、フルネームなんだよね、これ。ここね、ほら。ペンダント持ってんねん。この、恋人の、マリーンのね、ペンダント持ってて、で、その、結婚してくれっていうことをずっと言っててんけど、婚約が決まったって特攻するって、突撃するときに婚約することは決まってんけど、残念ながらその船が爆発してしまってんけど、そのペンダントの中に、今度また結婚式の衣装を見に行こうみたいなセリフがね、ペンダントに映るたんびにね、このスティックの怒りの度合いが出てくる。これで、その、マリーンがいなくなったせいで、まあ、このアイシャーやな、インビットのまあまあ、人間版になったアイシャーっていうのをずっと一緒に連れていくんやけど、やっぱりチラチラとやっぱそういう面影があるんやろな。なんでって言ったら、もう一人のメンバーの風景、風景っていうのはね、どっちかといえばレイ寄りやからやねんな。レイに寄ってるからなんですよ。これね、次がアイシャ。レイたちが出会った記憶喪失の少女、実はインビットの最終進化形態である人間型の実験体。誕生前に仲間とはぐれてしまい、一行に派遣された成人体のままで誕生したものの、当初は言葉を知らず知能も低かった。超能力めいた力を持っており、インビットには敏感な反応を見せる。アイシャという名前は王女という意味で、イエローが付けたものであると。で、最後やねんな。アイシャはまあまあ結局、誰ってことはないまま、そのまま旅を続けることになんねん。一人やったかな。これ悲しい話やで。な、当時のね、この目の周りのね、イメージっていうのが、
あのね、当時の、アニメーションのスタンダードなこの瞳のこのデザイン、このスティックとかもそうなんですけど、うん、当時では、これね、特にね、このアイシャーなんかに、アイシャーなんかに見られるこの表情の顔っていうのは、当時でいうあの、角川が作った映画であの、幻魔大戦ってあってんな、ハルマゲドンっていうやつの、幻魔大戦に出てきた人たちもこの顔やねん。多分キャラクターのデザインが同じ人なんやろうけど、80年代ではよく見られた表情の、この顔の作りっていうのが、この、当時のスタンダードなキャラクターのデザインやねん。で、このね、一見すると同じように見えるデザインやねんけど、そのね、対極にあんのが、あの、安彦先生なんですよね。安彦義和先生の描く、キャラクターと、この他のアニメに出てくる人たちの顔はね、当時のやっぱり全然違うとこやねん。ここが。アイシャなんかのこの顔は、明らかにあの、金田さんっていう人かな、がキャラクター描いてるのかもしれんけど、その人の顔やねん、これ。うん。スティックもそうやで、これ、これ。近くで見た時の顔がね、うん。これまたね、あの、ボトムズとか、ダグラムとかボトムズやってた、あの、塩山さんとはまた違う顔やねん、これ。描いてる塩山さんとかの顔とはまた違うねん。これ。次。ここや。風景。ね。旅先で出会った、突っ張り少女、持ち前の正義感から、侵略者に無抵抗な堕落した市民たちに憤りを感じ、母と妹を残して家を飛び出してしまった。暴走グループに参加していただきあって、ライディングテクニックが素晴らしいのを持っており、旅先で手に入れた、バートレ、女性用やな、女性用のモスピーダーを使って、ルーロン旅を続けていた。これ最後はあれやな、あのレイとよろしくやねんけど、でジム、火星から出撃した第一次地球降下軍の生き残りの軍人、あのイエローと一緒やねん、イエローベルモンドと一緒やねんな、うん、で機械や兵器などの整備技術を自主をしていた、過去インビットの戦いの最中に仲間を見捨てて敵前頭部を測ったことがあり、以後両親の呵責に耐えなまれていた。体格の割には、臆病な生活しているといたが、一人ながらインビットと戦うスティックを見て、戦士としての魂を取り戻していくって言って、まあ、自分はええやつやで。で、これがイエロー。ね。イエローベルモント。ジムと同じ第一次地球奪還軍の生き残りの軍人、インビットの軍人狩りから逃れ、身を守るために恋人カーラの助言によって女装を始めた。この女装によって誕生したのが超アイドルシンガーイエローである。女の姿をしてインビットの目を逃れていたが、それは決して怯えや恐怖からではなかった。シックやレイ、風景にジムといった心強い仲間を得て、ようやく彼は本来の使命、地球奪還という目的のために男へと戻ったのである。まあ、最後またコンサートしやすいんけどな、これ。この人だから声優さんが二人おんのやな。イエローの声の時の人と、そうじゃない時と。で、これが、ソルジーな最終進化形態である人間型に進化したインビットの女戦士。インビットに敵対するものを排除するために戦うことしか教えられていなかった。しかし敵であるイエローとの出会いによってその心情に変化を訪れる。彼の歌声に魅了されたソルジーは彼を敵と判断することができなくなっていく。で最後やな、親玉がいなくなった後、イエローをずっと追いかけていくのがソルジーやねん、これ。これだからアイシャーがいなくなるきっかけになったのもこのソルジーが原因のはずやん。こっち、これがマリーン、スティックの恋人や。これ
サブキャラクター。ジョナサン、こいつが一番悪いやつやな、こいつ。な。あれ？あの人出てけへんな、男の人の方は。な。バトラーやったっけ？な。これ設定書いてる。デザインワークス。ライドアーマー、モスピーダー。火星に逃げ延びた地球人が対インビットという兵器として開発した可変、機動装甲歩兵システム。それがライドアーマーである。ライディングスーツを着用した兵士1名と、アーマーサイクルと呼ばれるオートバイにより構成されるライドアーマーは、作中品中に主に4種類が登場する。スティック・レイが使用した機体が最も一般的なモスピーダと呼称されるライドアーマーで、スティック用が VR052F、レイ用が VR052T であると。まあ、これ、ロケットが4発ついてんのか、ビームガンがついてるかぐらいの違いねんけどな。スティックとレイは、これ。当時はね、スティックやな、スティックが乗ってるライドアーマーはミサイル4発しかないから、ミサイル撃ち切ったらもう終わりやん言われとったんが、正直なところなんですよね、これ。で、レイはビームガン持ってんねんけど、このね、ビームガンが威力が低いねん。レイ用のね、モスピーダはね、ビームガンがあんねんけど、出力は低かって、結局ね、第一次降下部隊が使ってた、バートレーとかね、イエローが乗ってるね、ブロースーペリアの方が性能が高いねんな、これ。イエローが使用するライドアーマー。これ、スティック、レイ、風景を使うライドアーマーとは違って、ミサイルがついてんね、小型ミサイル。それと、高周波サーベルやな。がついてんねん、これ。だから、イエローが乗ってるブロースーペリアがね、当時やっぱり一番人気やったんや。ブロースーペリア。で、次がこのバートレーやね。風景が使用するライドアーマー。アタッチメントやな。装甲部分が、女性用になってるせいか、ちょっと丸いデザインなんよ、これ。で、ロケットランチャーみたいなのがついてんのよな、これ。バートレー。で、変形神経さん、これやね。このね、ハンドルのとこのボタンを、レバーかなんかを上げると、自動的に変形していくねん、ずっと。これがね、当時画期的にかっこよかったん。今やったらもうおもちゃで普通に買えるけど、当時はどうやって変形するのかが、ね、テレビの粒子が荒くて、変形するとこがね、はっきり分かれへんかったんやん。当時は。で、これがレギオスやねん。これはタツノコプロがデザイン、ヌエがやったのかな。これね、飛行機になった時のこのデザインが、すごくね、機種がね、丸い機種になんねん。アニメ上は。イラストはこれやねんけど、それがね、意外とね、飛行機みたいな形態が、まあまあかっこいいねん。けどね、ロボットに変形すると、いつもロボットにこのスティックやな、スティックが乗ってるエータかなんかに乗ると、いつもミサイルババババーンで、ミサイルバーン飛ばして終わるっていうのが、ワンパターンになってくるのが飽きられんのよな。レギオスは。で、これがトレッドやね。後ろについてる、ブースターでやったはずやのに、実はこの、トレッド自体も変形すんねんみたいなことが、こういう風になってしまうねんで。これ。これだから、この後ろのね、トレッドは、トレッドがそのままの状態で、レギオスが変形できんねん。後ろにブースターつけた状態で。それはね、あ、かっこいいなって思ったもんな。思った。これ。この頃はね、やっぱり変形するっていうことが、一つのね、ステータスやった頃やねん。何でもいいからとりあえず変形すんねんか。例えばね、この辺やったら変形するって言ったら、例えば、オーガスとか、オーガスもさやな、マクロス、オーガス。例えば、ガルビオンやとか、もうほとんどがみんな変形しなあかんねん。
で、あと映画やったらあのメガゾーン2-3なんかのガーランドも変形するんだよ。ロボット、あのオートバイがロボットになるとかっていうのが、やっぱどうしてもそうなってしまうねんて、これ。これがデザインワークス。スティック・バーナード。ね。あのペンダントがね、もうあの、悲しいね。これ。デイ。ミントラブル。フーケエローズ。イエロー、ベルモント。このね、気候創世記、モスピードはね、今やったらもう一回やってもね、意外といけると思うね。モスピーダは、タツノコがね、わけわからんことやったから、一色たんなって思ってるけど、僕ね、長谷川かなんかやったら、長谷川やったらね、このね、モスピーダの、このこっち側やな、クラブとか、イーガーとか、これ一定数ね、買う人おると思うね。モスピーダと一緒に。今、モスピーダでまともなキットって出てないと思うねんな。おもちゃは高いし、この、インビットの方なんかはね、一定数買う人おると思うねん。これ、クラブね。ちなみに、こっちがノーマルやねん。こっちはね、ミサイルポットがついてんねん。で、これが、もっと軽い、軽量型の、イーガーって言われるやつやねんな。うん。ちなみに、王将で、王将でね、一人前頼んだらイーガーいいよね。当時から言われてんねん。イーガー、ミャンガー、なんていうか、ニャンガーとか言うんかな。一人前、二人前、三人前って言う方って、王将とかって言うてるわ。天津飯イーガー言うて、僕高校の時、王将行ったら、天津飯イーガー言うたら、これ飛んでくるんちゃうみたいな、イーガーが。みたいな。それはええねんけど別に。で、これが最終型やな。プロテクトインビット。これ。で、こっちが重装備やな。ガーモ。で、これがいっぱい入ってるやつやな。で、これが最後のゴースっていうのが、最後に戦うわけやん。人間型のバトルウォーマーで。はい。で、これがだからさっき言ってた女の子と、もう一人おってんけど、もう一人はスティックと戦って、最後死んでしまうねんな。これね、すっごくよくできた。レーザーディスクのね、中に入れとくのも惜しいぐらいで、これ。26話やったかな、ぐらいあんねん。これ25話か。これね、襲撃のプレリュード、失恋少女のマーチ、でここで、ミントと合流して、真昼の決闘コンサート、ここでイエローや。とかってずーっとこう来んねん。突っ張り少女ブルースで、ここで、風景。な、ジョナサンのエレジー。ここら辺がね、ムカつくねんで、騙されんねんけど、スティックが。ザーっと行って。ツークールぐらいで終わるのかな。うわ、よくできたアニメやで。これ学研かなんかが学研かなんかがスポンサーになってるっていうのが意外やったとこやな。メインキャラクター天野さんなんや。へえ。オープニングアニメ金田さんって言って特撮の神って言われた人やな当時。制作フジテレビタツノコプロ。あ、そうそう、声優さんやな。ここ待ってや。レイ、スティック、ミント。あ、タロコさんじゃなかったな、ごめんやで。イエローは二人やもんな。鈴沖さんやったらブライトさんの声の人やな。マリーン、アイシャ、ソルジー、
バトラーやな。そう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 。レフデスっていうのが最後のやつやな。なんとかせよとか言って言ってる人や。な、ジョナさん、銀河万丈さんやない。これ、メカニック、モスフィーダー、ライドアーマー。これはね、当時としてはね、すごく画期的やで。このオートバイは。これ。オートバイがちゃんと走行になって、車輪が後ろに2本とも来るっていうのがすごいよなって、言われとったんが、それや。な。で、ほらほら。ちゃんと、これね、すごいよくできてるね。ライディングスーツ。バンダイもこういうもん売るよって言うねんな。バンダイもフィギュアライズかなんかでやで。こういうライディングスーツ売って、それのライディングスーツの延長上で、モスフィーダでも売りゃあね、まだ一定数買う人おんのにや、これ。名前はちょっとあんまかっこないな。アームダイバーっていうガオークやねんけど。やっぱ使ったらあかんっていうとこあるんやろな。マクロスの後やから。これがエーター。エーターがあの指揮官用で、ゼータ赤色やな。風景が乗ってんのが火力強化型。で、イオタが一般型のはずやねん。で、これがあの、トレッド。後ろについてるやつやな。で、最後はあの、もう、無人で攻撃しようとすんねんな、最後は。これもそうやねん。E が、これね。で、次がクラブ。バーンってどついてくるやつやな。F です。で、ガーも、これが最終形態なんかな。無人で。で、ゴース。これ。これがそうやね、あの、最後、あの、バトラーっていうのが、最後、スティックと打ち合いでやんねんけど、最後は負けてしまうんな。この辺を言っとけやって言うねんな。長谷川とかでも。一定数買う人おると思うよ。僕はこのね、あの、インビットやったら、あの、一回で5個ぐらい買うたんで。特に好きなんが僕はこのクラブが好きやねん。クラブ。イーガーはね、空飛んでるイメージがあんねんけど、このクラブが結構好きやな。で、あの、レギオスとか出すんやったら、レギオス出すんやったら、このゴースを出さなあかんねん。これ。当時はね、あの、スピードが速すぎて分かれへんねんて。どんなデザインなんかがあって、いう、そんなとこですか？はい。モスピーダー。もう今でもだから頭の中あの、最初の歌がずっと流れたままやもん、ずっと。ダーン、ダラララン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 、ダダダダーン、ダーンダダンダーン、みたいなのが始まんねん。タラララーンに、バキューン、バキューン、バキューンって打てるところから始まんねんって。青いナイフに、とかって。自転車の、俺らもなんか中学校の頃やんか、自転車の上からそんな歌歌いながら帰ってたもんな、ずっとな。かっても、モスピーダー歌は良かったもん。で、それがね、モスピーダーが終わんねんけど、短命でモスピーダーが終わった後、あの、ぽっかり穴が開いた後、あの、毎週のように聞かされんのが、あの、ボトムズの炎の定めが聞かされんねんな。で、あれも、あの、アニメのね、主題歌としてはね、当時としては画期的な、あの、ボトムズもね、あの、最初の歌、炎の定めって、あの、歌のね、中に、アニメの題名を挟めへんっていうことに関してはね、すごい画期的やったんや。キリコキュービーが最初ありてたね、むせるーとか言って、さよならは、言ったはずだ、別れたはずだ、やって。地獄を見れば、とかって。だから、A メロ、B メロ、C メロとかってずっと行くねんけど、みたいな、ボトムズ、ボトムズ言えへんやん。言えへんねん。あれって意外と画期的なんやで。ゼータガンダムとかやったら、ある程度なんかあの、
歌の最初のところにゼータ時を超えてとかね、後半戦は森口博子が歌ったね、ニール・セダカかなんかの曲やけど、大抵ね、ちゃんと歌に入ってんねんて、アニメの名前が。入ってないっていうのは非常に画期的やったはずやねん。ボスピーダーもそうやけど、これが、デフレックスモイントまでの工程って書いてあんねんけど、ほとんどもうアメリカ大陸だけやんみたいなんです。ここね、終わりはあっけない終わり方があったけどな。これがライナーノーツです。これはね、よかったらレーザーディスクがね、ハードオフやとか、あんなとこにわけわからんと、なんか山盛りレーザーディスクかなんかが、山盛りレーザーディスクがなんか売ってたら、その中バーめくったらね、モスピーダーとかいろんなの出てくんねんけど、その中に入ってたんがこれやね。こういうのもね、できたら、単発でね、やっぱこういうのを見て、みんなでちょっと喜んでみたいなっていうのがな、昔を懐かしむっていう意味でも、これって非常によくできた、このイラスト自体もすごいやんか。イエローが寝てる姿ってあんまり見えへん。な、イエローがお化粧してるのもそうやし。これ意外とこれいけてんで、俺。っていう、そんなやつですか？はい。